よりゼロ距離です。むしろあの父圧を泉自ら確認しているようでした。まあまあ、泉くんがそんなことするかな。そういえば紙袋を受け取っていました。それは生徒会の情報を風紀に打った見返りかもしれません。それって賄賂？憶測だけで物事を語るなど愚かなことだぞ。あれ、泉くんには遅刻の原因をつまみらかに説明してもらおう。なんだか会長ご機嫌斜め。今泉のこととなるとなぜそんなにムキになるのですか。ムキになってなってないよ。可愛く口をとんがらかしても藤崎はごまかされませんよ。以前から気になってましたが、ウイは奴と距離が近すぎです。別に彼には関係ないだろ。関係ない、大ありです。落ち着いて二人とも。だって最近全然ウイと一緒に帰ったり遊んだりしてないです。カレン、藤崎ちゃん、ちょっと立ってみて。カレン、ここです。隊長、捕獲です。早く。ああ、よし。会長成分の補給です。そうか。